脳死で爆発5枚積んでます。リュウです。さあ本日なんですが、新しいパックにて深淵の爆発というぶち壊れカードが実装になりましたので、本日はねラバルデッキをねやっていきたいと思います。久しぶりですねラバルデッキ。ラバルって皆さん覚えてます？これいつのパックだ？2018年だってさ、やば。この、テーマなんとね、この2020年の12月にして深淵の爆発という、まあ、めちゃくちゃぶっ壊れカードがね実装になりまして、これどういう効果かっていうと、自分の墓地から守備力200の炎属性モンスターを可能な限り特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェーズに破壊される、あ、除外される。これねすげえ強いのは5枚とか出せるんですよ。その OCC だったらフィールド5枠があるんで、墓地にラバルって基本的に、ね、あの守備力が200のモンスターが多いんですよね。これとかこれとか、あ、これとか、こういうモンスターを一気に深淵の爆発で特殊召喚できるんで、まあちょっとリンクスは3枠しかないんだけども、モンスターゾーンがけど3体1枚で特殊召喚できるってめっちゃ強いでしょ。だから今日はこの爆発を使って展開していく、分回しラバルシンクロやっていきたいと思います。で、今まで通りのね、あのギミックとしてですね、エンレス電動馬っていうね、このカードをデッキからラバルを、あの2体墓地をくれるんですけども、ラバルっていうのは結構墓地で女子会するんですよ。墓地での女子会が得意で、宿女と次女を送って、で次女って墓地を送られるとなんか違うラバルを送れるんで、次女って送って、で最後になんかあの幼女を送るみたいな、だから宿女次女幼女がめっちゃ揃うみたいな墓地に、いう展開ができるのと、あと、今回ね、あの砲兵入れてて、これ深淵の爆発で特殊召喚できるレベル4なんで、まあ、割と使い勝手いいんでこれ1枚入れてます。でギミックとしてはですね、キャノンこれ除外されているラバルを特殊召喚できるんですけども、キャノンを使って、シンクロしていくか、もしくは深淵で、深淵の爆発で、シンクロしていくかっていうギミックになっていますと。で、バックちょっとめんどくさいことどうしてもあるんで、バック除去しきれないみたいなことあるんで、まあ、局所これ2枚積んでもいいんだけど、ちょっとなんか削る枠むずいんですよ、このデッキ。なので、ちょっと2枚積みたい気持ち山々なんだけども、1枚にしてますと。で、相性がそこまで良くないんだけど、爆発とは。結局やっぱり強いのは爆発なんだけど、エンジン爆発ね。これ墓地のラバルを除外すると、除外したモンスターの数まで相手のフィールド、まあフィールドなんだけど、相手じゃなくてもいいんだけど、フィールド上のカードを選んで破壊するとめっちゃ強いんですよ。選んで破壊なんで、だからちょっとねやりすぎ感はね否めないとかあるんだけど、これが強いので3詰めします。はい。で安定感がね、このデッキちょっとやっぱり課題がありましてですね、初期手札にこれが引きたいんですよ。とにかく炎熱電動馬なので、今回その新しいスキル、あれオブライアンスチョコラブさんの、ファイヤーリロードっていうね、このスキル使っていて、自分の手札が炎属性炎属モンスターのみの場合は、そいつらを全部デッキに戻した数だけドローすると、だから結構3枚とか2枚とか戻せるんですよ。だからそれでこれ引いてくるみたいなね、ことができると嬉しいなみたいな感じです。で、シンクロモンスターはね結構ね特有のモンスターいっぱいいるんだわ。ちなみに必殺技でグリガンも出せます。ちなみに432って蘇生するとグリガンも出せるっていうね結構強いんだけど、あと深淵の爆発が2枚あるとブラックローズからワンキルハマー、もう1回はハマーだしワンキルとかできるんで結構強いのと、あとはバウンスを持っているラバルバルドラゴン、それから墓地にカードを叩き落とせるドラグーン、この辺はね結構ね使ってみれば分かるけど強いから、割と回し方ね、ちょっと癖あるんで、ちょっと対戦動画見ていただけながら、かなというふうに思っております。はい、以上です。早速ね、ラバルファイヤーリロードね、炎熱電動馬と爆発引いてくるゲーム、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。エンジン爆発さえあれば。ファイヤーリロードで、ちょっと炎熱電動馬引かないで、まずは。あ、電動馬来た。電動馬来た。あ、じゃあ、これ、一回セットして、リロードしてからでもいいな。どうしよう、これ結構むずいんだよな。これ使ってからなのか、いやこれ使ってからっぽいな。使ってからリロードしよう。でこうしてこうでしょ。で自助効果で自助効果女子会する、墓地で女子会していく、こうですね。でファイヤーリロードしよう。ファイヤーリロード、ああまあ悪くはないが、
悪くはないが、悪くはないぞ。死ななければ強いぞ多分これ。死ななければな死ななければ強いんだけど、死ぬかな俺、死ぬよねこれ。死ななければ強いんだよねこれ。エンド展開してもいいんですけどね、あの爆発で、あまり先行用のモンスター入れてないんですよね俺。多分ここがなんかサイフレームとかあればいける。融合、なんだ融合は。オッケー、でもそれは大丈夫。ネクロバレーなければいける。バレーがなければいい。ネクロバレーないんだったらいい。オッケー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 、それはいける。多分それはいける。挨拶しよう、挨拶をしよう。ドロー、おはようございまーす冷静に考えてください。除去すればいいんですよ、除去すればいいんですよ、除去すればいい。まず反転召喚はいいんですよ、これするんですよね。で除去すればいいんですよね。だから2を2と2と3で6、待ってくださいね5して、5してからの5して6して8、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 謎の言語、5して6して8、5して6して8、だからこことここ、こうですね。で、こうして、こうですね。で、ラバルバルドラゴンとして、ここと、ここ、はい、で、こう、ここ、こう、こう、こう、で、ラバルバルドラゴンの効果、墓地のラバルを、なんかいい感じに戻して、いい感じに戻して、相手のモンスターをバウンスし、そしてレベル5のラバルバルドラゴンにレベル3ラバルエンコハンの宿城チューニング、シッカの召喚、現れろ B フォース、ラバルのラバルマキューの浜カード一応セットバトル GO GO よしオッケー、結構綺麗なランキング決めましたね。さあ進化した最強ドラゴン、ハンド結構強いな、ハンド結構強くないですかこれ。これハンド強いですねこれハンド強いね。これはだから炎熱伝導馬ですね、炎熱伝導馬効果。これは多分ね、進化した最強ドラゴンってあんまりワンキル取ってこないと思うんだけど、コスモブリン入ってたら別だけど、自助効果、あバサラに行く、おはよう。でこうして、でこうして、で2落としといて、こうして、いや多分知らないこのデッキは。セットこれでいいと思う、多分これでいける。はい、オーケー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 、いや3体やめて、3体喧嘩だけセット、オーケー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 、死なない、了解了解了解、死なないは強い、死ななければ強い、オーケー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 。でラバルキャノン来た、強い。まず宿女効果使いましょう、宿女効果使って、墓地の幼女除外して、ここ破壊していく。で、ラバルキャノン召喚するしかないか。キャノン召喚。効果。あ、通るな。通るね。通るね。バウンスするか。持ってくるか。持ってきて捨てて、深淵の爆発だ。こうでしょ、こうでしょ。で持ってきて捨てる、持ってきて捨てる、ラバルバルドラグーン特徴感で幼女効果、ものすごい盾になる
ものすごい伊達になった。でラバリバルドラグーンで砲兵持ってきて砲兵捨てる。で宿女効果、自助除外でセット破壊で、やべえカード入ってるで、バカさそう。バカさによって砲兵と自助違う、こうだ、砲兵自助でレベル4のマグマ砲兵にレベル2幼女をチューニングしていく。氷結界の竜ブルーナクを新キロ召喚、さらに幼女の効果、さらにブルーナク効果、お前のモンスターはバウンスさせていただこう。バトルベイズだ。さあベイリーを投げるもんなら投げてみやがれ。うわー対戦ありがとうございましたやっぱ楽しい。はいはいはい、悪くない、これは悪くないよ、悪くはないが、ファイヤーリロードゲーではある。ぶっちゃけ虹の駆け足やっべ、出たレインボードラゴン出すやつだ。砲撃カウンターめっちゃ乗せるやつ。はいセットいいでしょう。おダラウ最強だった、最強でした、おはようございまーすお、なにこれ、このターン自分がくれ全てダメージが半分になる、はうざ、墓地のこのカードをゲームが除外してこのターン自分が受ける効果ダメージは半分になる、うざ、全てのダメージ半分になる、半分っすか、半分こすか、半分ってさ8000出さないといけないんでしょ、それはさすがに無理だわ、8000はちょっとさすがに無理っぽい、8000は無理っぽいから、ちょっと一回ちょっと次のターンにあのかけるか。でこうしてで自助効果で自助効果で砲兵あるんで砲兵召喚して250ダメージ、送ってきます、250ダメージ殴った方が強いんかねこれね、どうなんだろうね、ちょっと分かんないっすね、難しいな、砲兵これワンキルされんのかな、全然分かんないんだよな。でもこれなんかまあレインボー系のなんかその砲撃デッキってさあんまりワンキルするイメージないよね、だから砲兵でいいんじゃない、砲兵でちょっと250ダメージ与えとこ、125か、あそっかこいつが250になってるのか、弱っ、バーンダメージ半減反対委員会で、これ何ダメージ850、くさっ、面白い、さあ、ダメージダイエットによって本気力を防がれてしまったので私は受け継がれる砲撃、珍しいスキルが発動してんな、3ターン以降手札を1から3枚墓地送って、送った枚数と同じ数の、砲撃呪デッキをデッキから魔法トラップゾーンに置くと、これなんかエラッとされましたよ、ね、で砲撃の導き、導きで砲撃呪トランスダーモンスターが2体存在する場合から砲撃呪を特殊化していく、さあルビーカバング特殊化成功した場合魔法トラップゾーンの砲撃呪を特殊化できる、さあゴリゴリ出てくる、はい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 、ルビーカバング OK、 ルビーカバンクル OK、でも知らないでしょこれ、さすがに死ぬよ俺、知らないよね、ザ・トリップ、やっべえモンスター来た、いや俺死ぬんかい